なと思います。細かく、ちょっと黄色彩りを。はい、代官山アソチェレステ日本橋店の料理長の菊池です。今日は、シラスとブロッコリーソースのスパゲッティを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。もう材料はシンプルに、ニンニク、鷹の爪、ブロッコリー、あとは釜揚げのシラスですね。これのみで作っていきたいと思います。でまず、ニンニクの、芽を取ります。でこの後みじん切りにしていくんですけれども、そこで一つポイントがあります。でニンニクの形ってカーブしている部分と直線の部分があります。直線の部分を手前にして、包丁のこの顎の部分、ここを使いながら、スライスしていきます。でその時にこの直線の部分を少しつなげながら、スライスしていきます。そうすることによって、みじん切りの回数、包丁を入れる回数が圧倒的に少なくなっていくんですね。でこれが今包丁を入れた状態なんですけれども、包丁が入っている部分というのはここから上の部分ですね。で横から見るとニンニクは斜めになっているので、この角度に合わせて包丁を入れていきます。でこれで、みじん切りに、もうこれだけでこんなに細かくなってます。でこれを、フライパンに入れてじっくり香りを出していきます。でフライパンにオリーブオイルを入れて、ここにニンニクを入れて、低温でじっくりゆっくり香りを出していきます。していきます。ちょっとお家のガスコンロなどで、フライパンを置くときにちょっと斜めにしてあげると油が溜まって、あそこでニンニクを炒めるとやりやすいかなと思います。でもうごくごく弱火でゆっくり香りを出していきます。で次にここに、鷹の爪ですね、一回種を取って、ほんの少しでいいです。たまに鍋を揺すりながら全体的にきつね色になるようにしていきます。で次にブロッコリーの掃除をカットしていきます。本来サラダとかでブロッコリーを使う場合は食感を残してちょっと固めに茹でたりするんですけれども、このブロッコリーソースは、結構しっかり茹でちゃいます。でこの芯の部分も、とても甘みがあるので周りを削って入れていっちゃいます。でこの側の部分が硬いので、こうカットしながら繊維が残っているところを少しずつ削りながら中の美味しい芯を出していってください。ここはもうすでに繊維がないので、ここはもう可食部です。でこっちがまだ繊維がこう硬そうなところが残っているので、こういうところを削っていきます。ただ、全体的に均一に火が入るように少し細かくカットしていって、このぐらいのカットにすれば大丈夫かと思います。パスタのお湯の味を決めるんですけれども、人によってこの塩の決め方って違うんですが、僕のイメージとしてお吸い物のちょっと味が濃い塩分濃度、だいたいパーセンテージでいうと 1.2% ぐらいなんですけど、どのくらいで、茹でてあげると最終的な仕上がりがまとまるかと思います。で袋の表示では、約7分のボイルって書いてあるんですけど、
ちょっとフライパンでソースを吸わせたいので6分で茹でていきます。でこのパスタを茹でているお湯でブロッコリーも一緒に茹でていっちゃいます。まずはですね、この芯の部分、こっちの方が硬いのでこれを先に入れて、上がるタイミングを合わせながら、花の方を入れていきます。ただ次に花の部分ですね、こちらを入れていっちゃいます。で茹でてる間にニンニクが少し、色がついてきたので、これで少しパスタ茹で止めちゃいます。もうちょっとですね、お鍋を揺すりながら全体的にこうきつね色になったところにパスタ油を少し入れて油の温度を止めといてあげます。でブロッコリーは、茹ですぎても、そこまで色素が飛んで色が悪くなるっていうことはほとんどないので、しっかりと茹でて、もう本当にサラダというイメージではなくて、ソースに仕上げるのでしっかり柔らかめに茹でてあげます。だいたい2分ぐらいですかね、茹でたらこれを引き上げてフライパンの中で潰していきます。ポテトマッシャーがお家にあるとそれを使うとすごい便利です。もしなくても木べらとかで、叩いてあげれば細かくなりますので。こんな感じになります。でここにもうちょっと、水分を足しといてあげて、タイマーが鳴ったらパスタを入れて味を含ませていきます。じゃあこれで6分経ったのでパスタを引き上げていきます。どうしても表示時間と同じ時間茹でてしまうとこのソースを吸う工程が、できなくなるので、どうしても麺が伸びてしまうのでちょっと短めにボイルして、ここでソースの味を吸わせてあげます。ボイルしているときはわからないんですけど、こうやってソースの中で、パスタを茹でてあげると、このパスタが持っているでんぷん質がソースに流れ出して、ちょっとそれだけで濃度が出てくるので、この工程は、いろんなパスタのソースでチャレンジしてもらうといいかなと思います。で釜揚げのしらすを仕上げに少し入れてあげて、でここに仕上げのオリーブオイルです。で少しこの水分と油を乳化させてあげます。でまだこうシャバシャバな状態なんですけど、これを油と水分をつないでってあげるとちょっと喉が出てきて、これがパスタの表面にコーティングされるので、どこを食べても均一な味のパスタが仕上がります。とろーっとして
してる感じです。もうちょっとオイル足します。ではこれで持ってきます。なるべくこうスパゲティを盛るときに高さを出すために手首を回転させてあげると中心にこう高く盛れます。で仕上げに、上からさらに追いしらすをして、まあ、春っぽくちょっと黄色彩りをつけて完成です。完成しました。ぜひ作ってみてください。